はい、これで完全に見える。皆さん、こんにちは。私は新潟県燕市にある福厳寺という曹洞宗のお寺の副住職をしております藤田翔天です。本日の企画はですね、バレンタインデー直前ということで、バレンタインデー企画をやってみたいと思います。題して、お坊さんの彼氏、お坊さんの旦那さんに渡しても大丈夫、精進チョコを作ってみた、イエーイという企画をですね、ちょっとやってみたいと思います。女性必見です。福厳チャンネルでは、仏教についてためになる、面白い、また見てみたいと思ってもらえるような動画作りを目指して頑張っております。チャンネル登録お願いいたします。それでですね、今回は精進チョコレート羊羹を作ってみたいと思います。レシピこちらになります。まあ、材料としては、こしあん 360g、水 360g、塩1つまみ 1g 程度、製菓用チョコ、かっこ牛乳不使用 40g、粉寒天 1.5 から 2g、オレンジ等任意となっております。まあ、最初にですね、ちょっと手順だけ簡単に説明したいんですけども、まず、こしあん以外の材料をすべて合わせて煮溶かす。そして、粉寒天とチョコレートが熱で溶けて、沸騰直前でこしあんを加え、弱火にしてこしあんを溶かす。そして、こしあんが完全に溶けたら、目の細かいザルなどでこしつつボウルに移す。移したボウルに氷水をかませて、ヘラ等で攪拌させながら粗熱を取る。粗熱が取れたら、指で触って熱くなかったら型に流し入れる。型は羊羹の型が理想ですが、ないなら何でも構いません。キッチンペーパーやラップなどをかませて取り出しやすくしておくことがポイントです。冷えて固まったら取り出して、オレンジや甘夏の皮をすりおろして飾り付けをする。以上となってます。とっても簡単ですね。まあ、正直私、料理って全然やらないんですよ。全然やらないっていうか、まあね、一人暮らしとかしてた時は、まあそれなりにやってましたけど、まあ、料理が得意ですとかって言える、ね、技術は全くないし、まあ今ね、ほとんど奥さん任せなので、はい。まあ、こんな僕でもできるのかというところ、まあこんな、私でもできたら、もう皆様絶対できますから。うん。もう、これだけは勇気持って、やってみてください。ね、まあ、それこそ今回は、まあ、精進チョコレート羊羹ということなんで、ね、まあ、普通のチョコレートじゃなくて、まあ、売ってるんですけども、製菓用のね、牛乳不使用。牛乳を使うと、精進にならなくなっちゃうんで、牛乳不使用のチョコレートを買ってきました。まあ、それこそ、ここに、材料として上がってるものは、ほとんどスーパー、あるいは100均で、購入できるので、まあ、全部合わせても、そうですね、500円ちょっとぐらいですかね。100均とかで買えるものもありますんで、はい。それでやってみたいと思います。では早速、作っていきましょう。やってみましょう。それでは、映ってるかな?早速作っていきたいと思います。こちら、鍋の中に水が 360cc 入ってます。ここに火をつけますね。火をつけて、はい、これチョコレートでーす。ね。360g。
あ、300入れない。40g か。入れまーす。で、塩、まあ、一つまみってことなんで、塩入れまーす。少ないのかな？ちょっとよくわかんないけど、まあいいか。で、寒天。これ 4g あるんで、この半分入れていきます。で、これをこう混ぜながら溶かしていきます。いいチョコレートの香りがしてきましたね。今、映ってるかな？こんな感じです。で、チョコレートが熱で溶けて、沸騰直前でこしあんを加え、弱火にしてこしあんを溶かすと。まだ沸騰はしてこないですね。沸騰直前で、こしあんを入れていきます。ちょっとグツグツ言ってきたんで弱火にします。そしてこしあんを、これこしあんです。入れていきます。よいしょ。無言になっちゃいますね。ちょっとすいません。で、こしあんを、よいしょ、大体でいいか。弱火でこしあんを溶かしていきます。お、なんか濃くなってきましたね。ね、いい感じ。こしあんは結構すぐ溶けますね。で、溶けたら、今度は、細かいザルなどに、こしながら、ボウルに移します。はい、これで、完全に、見えるかな。完全にこしあんが溶けました。で、これを、こしていきます。これをこしていきますね。こんなもんでいいのかな。で、これがこしたやつですね。そしてこれを氷水に浸しながら粗熱を取っていきます。はい、じゃあ氷水持ってきました。これで攪拌しながら粗熱を取るっていきましたね。危ね。こんな感じかな。なんせね、こういうの作るの初めてなんで、全然したことないんですよ、料理って。いつもね、料理、奥さん任せなんで、はい。触っても熱くないぐらいって言ってたんで、ちょっとまだね、湯気が立ってるから熱いかな。ここで、あれなのかな？しっかり混ぜていかないと、なんかダマとかになっちゃうんですかね。よくわかんないけど。大丈夫ですかね、これ。まあ僕でも作れるってとこで皆さんあれじゃないですか。結構勇気が湧くんじゃないですか。これで結構粗熱取れたんじゃない？いや、めちゃ熱いわ。あ、そうっすね。やっぱこれ、ね、ちゃんと混ぜないと、なんか固まってきちゃうんで、はい。ここでしっかりやっぱね、混ぜながら粗熱を取ってあげた方がいいですね。じゃないとなんかダマになっちゃいますね。
これね、プロの方が見たら本当なんか言いたいこといっぱいあるんでしょうけどね。まあそこら辺はちょっとご愛嬌ってことで許していただいて、そろそろいいんじゃないかな、これね。綺麗じゃない？意外に。うん、オッケー。粗熱がしっかり取れました。こんな感じ。まあ温度伝わらないからね、わかんないと思うけど、まあ、こんな感じで、あとはこれを型に流し込んでいきます。はい、それでは型に流し込むんですけど、羊羹の型あれば一番いいんですけど、まあないんで、普通のね、こんなタッパーでもいいかなっていう感じがするんで、ここに先ほどのやつを流し込んでいきます。どうやって流し込むんだよ。よいしょ。ちょうどぴったりな。いや、ぴったりいかんか。ちょうどいけんじゃない。おお、いいね。さすが。ちょうどぴったり入りました。ちょうどぴったり入りすぎてこれ映せんな。で、このなんかね、ラップをかましといた方がいいらしいですね。取れやすくなるらしいんで。はい。で、これで、かけなくていいのか。ちょっと、あんまりにもいっぱいいっぱいすぎて持てないんですけど、持てたわ。こんな感じです。はい。で、あとは、冷蔵庫でこれを冷やしていきまーす。さあ、できたんじゃないですかね。ちょっと冷蔵庫から撮ってみたいと思います。お、いいね、いいね、いいね。これいい感じじゃないですか。見てください、ほら固まってるね。いい感じですね。これじゃあちょっと開けてちょっと切ってみたいと思いますね。じゃないですかねえ。で、かませすぎちゃった。でも形がね、やっぱり重要っすからね。見えてますかね。ちょっと、完璧じゃないですかこれね。こんな感じで、あとちょっとね、ちょっと分厚いんですよ、結構。見えます？おう。ちょっと切ってみたいと思います。ちょっと綺麗にね。こんな感じで切ったらいいのかな、羊羹って。羊羹って。ああ、はいはい。固まってんのかな、これ。確かめないで切っちゃって。おお、あ、いいですね。いいんじゃない？これ、かなり。ねえ。いや、ほんとに。これは、かなりいいと思いますよ。ねえ。ちょっとなんかね、うまい具合に切りたいな。
はい、できました。完璧じゃないですか、これ。ね。これ、厚さもいい感じだし、ね。ちょっとこの上に、そのね、オレンジ買ってきたんで、オレンジの皮、ちょっとやってみたいと思います。はい。それではね、今、オレンジの皮、すりましたんで、ちょっとこれをね、めちゃめちゃいい匂いですね。すごいいい匂いです。まあもちろん、それは当たり前なんですけど。ね。これをまあ、この上に、ね。こんな感じかな。ちょっとあんまこれセンスないからな。はい、できました。こんな感じでーす。なんかね、あっさり、すごい綺麗な感じで、いいですね。じゃあ、早速、試食してみたいと思いまーす。はい、じゃあ、早速、食べてみたいと思います。ちゃんとね、こう着替えましたんで、はい、清掃していただきます。ね、こんな感じで、ピンとボケしちゃいますね。チョコレート羊羹、精進風、まあ、精進風というか精進か。で、まぁ、ちょっとくるみがね、余ってましたんで、ちょっとこう、くるみを一緒に添えてみました。じゃあ早速、いただいてみます。最初ね、何にもつけずに、いただいてみたいと思います。あのね、甘すぎないですね。思ったよりも。うん。だし、すごい口当たりが滑らかで、ほんのりチョコレートの風味、そして、あの、こしあんのね、あんこの風味が、バランスがとってもいいですね。ちょっとこのオレンジと一緒にいただいてみたいと思います。オレンジと、一緒に食べるとまたちょっと違いますね。すごいさっぱりして、甘さもね、これ自体の、羊羹自体もそんなにね、こう甘くないんですけど、オレンジを一緒に食べると、なんかね、バランスが良くて、こう、スーッとね、食レポ下手くそっすね。まあ、あんまそこら辺ちょっと気にせずに、はい。これ美味しいですね、本当に。多分ね、こう、甘いの苦手な、男性とか女性結構いますよね。そういう方に結構ぴったりかもしれないですね。まあ甘さもあるんですけど、こう、くどくない甘さっていうかね、スーッとこう、ね、あの気持ちよくこう喉の方に流れてくれる甘さなんで、とっても食べやすいですね。美味しいですね。この、やっぱり、オレンジのね、このアクセントいいかもしれないですね。ちょっとくるみと一緒に食べてみようかな。くるみはね、別にあってもなくてもいいんですけど。美味しいですね。これ止まらないですね。これ、間違いないと思いますよ。本当に。これ絶対ね、男の人好きですわ。まあ女性もそうだけど。これはね、絶対使った方がいいですよ。2月14日。おすすめです。ね。はい。それでは今回の企画いかがだったでしょうか。これで、彼氏、旦那さんの胃袋もですね、わしづかみできるんじゃないでしょうか。それこそ、こう、意中のね、男性がいて、これから告白しようかな、なんていう風に思ってるね、女の子、これで、もう成功が間違いなしですね。はい。ただ、うまくいかなくても、苦情は、受け付けませんので、はい。そこら辺はお願いします。まあ、それこそね、ちょっとまあ、冗談はさておき、レシピですけども、まあ、私ね、最初にお話ししたように、全然料理できないんですよ。じゃあ、これ、お前考えたんかと、言われると、私考えてません。はい。考えていただきました。で、それこそね、
私の修行時代の、2つ下か、2年下の後輩の子で、箱根のね、お寺の副住職をしている折橋くんっていう子がいるんですけども、その子にですね、こういうことやりたいんだけども、ちょっと考えてくれるかっていうことでお願いをしまして、考えていただきました。それこそですね、その子はですね、ちょっとまあ、プロフィールとかこちらに、ね、載せておきますけども、修行終わってからかな、そういう料理のね、学校通って、調理師免許取ったりして、今ね、その箱根の、まあ、レストランっていうかな、そこでこうシェフも、ね、お坊さんもやりながらシェフもね、やられてるんですね。結構ね、面白い子で、それこそ、あれだよね、フレンチ料理ありますよね。それのね、こう、精進料理バージョン。まあ、フレンチ精進料理って言えばいいのかな。そういうのもやってて、こう独創的なね、料理作って、まあ、お寺の方でもね、精進料理教室なんかもやってますんで、まあ、お寺のホームページも、概要欄にね、貼っておきますんで、こちらから、お寺の方も見に行ってみてください。あとね、まあ今こういう状況ですけども、まあコロナが、収束して、旅行に行けるようになれば、ね、箱根に行きがてら、折橋くんのそのお寺にもですね、ちょっと足を運んでみるのもいいんじゃないでしょうか。で、また、こちらの YouTube ではお悩み相談も随時行っております。YouTube のコメント欄の方でも構いませんし、SNS もやっていますので、そちらの方にダイレクトメッセージ送っていただいても構いません。どうぞ気軽にお越しください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。福言チャンネルのチャンネル登録、高評価ボタンお願いいたします。Twitter、Instagram、TikTok でもお寺の情報発信を行っております。また、お寺のホームページでは、ウェブ檀家と呼ばれる方々を募集しております。こちらもご登録お願いいたします。